日本福島県藍津若松市宮町牛町は、福島県藍津若松市にある町。面積は0.140平方キロメートル、外区数は10、郵便番号は965-0801。藍津若松市街地の中部に位置しており、八角神社周辺、福島県道325号床は、大町線南側の地域を町域とする。江戸時代には若松城下の一部であり、 町人町や侍町などであった。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川瀬瀬投ぎ川やその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市が一の一部である。東は南仙国町、西は栄町、南は東栄町、土の町、花春町、 北は、上町、行人町、仙国町に接する。八角神社立領政のも周辺地域は、合図郡の一部であった。現在、宮町内にある八角神社は、807年に創立されたとされており、医者趣味神社とも称した。足名市が、東、黒川間を作り、周辺が黒川城下として発展した中世においては、八角神社のある村が、 八角村と呼ばれ、八角神社の車両は多かったと推定されている。また、八角神社は足なしによって修築を受けたとされる。その後、周辺はガモウジサトにより収められるようになり、黒川の地名も若松と改められる。ガモウジサトは若松城下の町割りを行い城下の整備を進めた。このようにして整備された城下をもとに、周辺が 若松城の城下町として、藍津藩に支配されていた江戸時代には、鳥居町、月の木町、横三日町、六日町、阿弥陀町、阿多子町、屋敷町、南横町、大町、などの町人町、どの町、千国町などの武士町が、現在の宮町周辺に存在していた。また、これらの町は、前述のガモ氏里による、 町割りの際に新たに置かれたものであることから、新町とも呼ばれていた。江戸期に存在した各町の概要現在の旧、鳥居町付近現在の旧横三日、町付近現在の旧屋敷町付近、鳥居町鳥居町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、西側は六日町、東側は横三日町に接する幅三軒余り。 長さ二丁一軒余りの東西方向の通りであった。また、火星におけるや数は三十軒であった。鳥居町の町名は、文六年間、前述のガモ宇治里による、若松城下の町割りにおいて、八角神社の社地から東町が生まれた際、八角神社の鳥居を残したことに由来するとされる。加えて、鳥居町は、鳥居の漢訳語が、下表であることから、 下表町とも呼ばれたほか、町名の由来である鳥居は1611年に倒壊したとされる。月の木町、月の木町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、東側で、あた町に、西側で大区町に接する、幅3軒余り、長さ1丁53軒の鳥居町の北側に、並行する、東西方向の通りであった。また、 火星においては30件の焼数であった。町名は、かつて町に大きな月が存在していたことによるとされる。加えて、1774年には、八角神社と中務一家町を結ぶ工事ができている。横三日町横三日町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、南側の三日町口角門から、北側の縦三日町までの幅5件。 長さ2丁34万余りの南北の通りであった。また、火星の矢数は59件であった。三日町の町名は、ア名森モリジによる紅ウハグロ城の城下において、紅ウハグロ山の西のふもとに山の日西が立つ三日町が存在しており、これを起源としている。その後、この三日町は、ア名森モリジが黒川に戻った際に、黒川城下に移り、 さらに前日のガモウジサトによる町割りによって、先に示した場所に移ったとされる。六日町六日町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、南側の六日町口角門から、北側の上二の町までの幅5軒、長さ2丁15軒余りの南北の通りであった。また、火星における屋数は49軒で、大区町より南側上六日町、 北側を本六日町といった六日町の町名は、足名森モリュジによる紅白路上の城下に起源があり、足名森モリュジが黒川に戻った際に六日町も黒川に移ったとされている。加えて、町名は六の日に三祭取が開かれていたことによるが、1807年に市は廃止されている。このほか、江戸時代末期には、旗子が四軒存在していた。旗子町、旗子町は、 若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、西側は横三日町、東側は阿弥陀町に接する幅3軒余り、長さ1丁39軒余りの通りであった。また、火星におけるや数は33軒で、屋敷町の北側、月の基町の東側に続く場所に位置していた。町名は、かつて、この場所に阿多子神社があったことによるとされるほか、 京山村のあたご山に向かう通りであったことによる、ともされる。阿弥陀町阿弥陀町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、西側は阿多ご町、東側は仙国町、仙福寺前通に接する幅3軒余り、長さ58軒余りの東西の通りであった。また、火星における屋数は25軒であった。町名は、 ガモウジサトによる町割りが行われた頃に、阿弥陀堂があったことによるとされる。屋敷町屋敷町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、西側の横三日町から、東側の大町までの幅3軒、長さ1丁55軒余りの東西の通りであった。また、火星における屋数は26軒であった。町名は、ガモウジサトの母の屋敷があり、 お屋敷町と呼ばれていたことに由来するとされる。官営頃までは武士の屋敷が存在していたが、その後は商人が主に住む町になっていたとされる。南横町南横町は若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、西側は横三日町の南端、東側は大町に接する幅島、長さ二丁の東西の通りであった。また、 火星における矢数は36軒で、屋敷町の南側に位置していた。町名は横に長い町域によるとされる。大町大町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属した町で、南側は、都の町、岩城十寺前通りの西端、北側は、阿弥陀町に接する幅3軒余り、長瀬町24間の南北の通りであった。また、 火星における矢数は17件で、大の町とも書いたとされ、屋敷町より北側を、上皇寺町とも呼んだ。町名は、町域が、田町より高い場所にあり、また大城であることによるとされる。都の町との町は、若松城下の城郭外東部に位置していた、通常の通りのことを指しており、町名は、慶長頃に都が住んでいたことによる。その後、母親戦争を経て、 明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、明治初め、大町の一部から、上皇寺町が分離されたほか、六日町は、上六日町と本六日町となる。また、江戸時代の本町、王道、米大、権現下角のそれぞれ全部と、小田町、半米町のそれぞれ一部から、後に、宮町の一部となる栄町が生まれている。加えて、鳥居町、 横三日町など周辺の町名は1889年まで若松を干渉していた。その後、1889年に町村制の施行によりこれらの町は若松町の町となり、さらに1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となった。その他、明治に入るとそれまで武士が住んでいた都の町においては、 かつての武士の屋敷は荒廃し、桑畑になっていた。また、かつての町人町においては、月の基町に明治40年代頃から遊郭が存在していたほか、六日町には、大正時代の末期に映画館、藍津館が建設されるなどしている。1951年の若松市による町北村を編入などを経て、1955年には当時の若松市と高野村、 一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、藍津若松市となる。これより、鳥居町、横三日町など、周辺の町は、同市の町となった。その後、1960年代に入ると、藍津若松市の住居表示が実施される。これにより、1966年に、鳥居町、上三日町、屋敷町、南横町、 大の町、上皇寺町のそれぞれ全部及び、横三日町、月の木町、阿多子町、阿弥陀町、堺町、都の町、仙石町のそれぞれ一部により、宮町が誕生する。昭和30年代に、洋画を専門に上映する映画館のニューパレスができているが、火災で閉館になっている。また、昭和時代末期の宮町は、住宅地などからなっていたほか、 東山街道とも呼ばれる県道湯川大町線にはバスが多く通っていた。旧阿弥陀町付近の福島県道325号、湯川大町線県道325号湯川大町線などで合図の利合い自動車によるバスが運行されている。系統。ありがとうございます。